デノンは日本の AV 機器企業である株式会社 D&M ホールディングスの音響機器のブランドの一つ。株式会社デノンはかつて2001年4月1日から2005年3月31日まで同ブランドの音響機器を製造・販売していた企業である。デノン及びそのカタカナ読みであるデノンは1939年に設立された。 株式会社日本電音器製作所とそのブランド名に由来する。日本電音器製作所は1944年に日本電気音響株式会社と社名を変えた。1947年に日本コロンビア株式会社の系列化となり、1963年には九州合併されて日本コロンビアの音響機器事業のブランド名となったが、 日本コロンビアの経営再建のため2001年に株式会社デノンへ事業を譲渡された。上記のようにデノンは社名の電音時に由来し、読みは本来電音であり日本国内ではそう呼ばれていたが、海外では発音しにくいためデノンと呼ばれていた。新会社には電音の商標も譲渡されたが、社名には国際的に通用していたデノンを採用した。 電音の読みは、事業上と後も、コロンビアのクラシック系レーベルとして使われている。1934年、坪田孝一が、日本電気音響研究所を設立。坪田は、前年に、早稲田大学理工学部を卒業したばかりだったが、在学中より、円盤録音機のカッターの研究をしており、1938年には、日本フィルモンに入社し、 国産初の円盤録音機を完成させるに解散。当時はまだ磁気テープ録音機の音質が実用にならないほど悪く、録音、再生は円盤録音機やオプティカルサウンドで行われていた。円盤録音機はレコード会社などで使用されていたが、大型のもので移動できなかった。オプティカルサウンドはトーキーに使われるもので、映像も一緒に撮れるが、 現像を済ませないと再生できなかった。そのような時代の中、1936年に行われたベルリンオリンピックの放送にテレフン製の大型円盤録音機が使用され、録音して直ちに再生できる即時性が放送に貢献した。その威力を知った日本放送協会は1940年に開催が予定されていた東京オリンピックに向けて、 テレフン検制円盤録音機を導入するとともに国内企業による国産化を目論んだ。その中には国産発の円盤録音機を完成させたツボタも当然含まれていた。ただし東京オリンピックは1938年7月に実施の返上が決定された。1939年5月研究所を会社組織に改め、 出資者のカセリンのケを社長に迎え、株式会社日本電を時製作所とする。この時から、デノンブランドを使い始める。同年9月には、NHK 仕様の円盤録音機デノン TPR-14C を完成させ、テレフン検制を使う東京、大阪を除く NHK 中央放送局向けの7、台を受注。 1944年1月に社名を日本電気音響株式会社とする。1963年放送機器を制作していた日本電気音響が日本コロンビアに吸収合併されたことにより日本コロンビアが放送機器を取り扱うことになった。当時の日本コロンビア音響設計部門には旧電音の三鷹事業所と 1910年10月1日に発足した日本蓄音機紹介として続いてきた川崎事業所が存在していた。三鷹事業所は業務用回転機器のダイレクトドライブターンテーブルやオープンリールテープレコーダーを担当し、川崎事業所ではテレビ、電畜、ステレオの他にウクレレ、エレキギター、マリンバなど楽器類、 家庭用クーラーや冷蔵庫などの白物家電を1970年代初頭まで製造販売していた。1970年代に日本で Hi-Fi 市場が流盛し、三鷹事業所は電音性放送業務用機器の MC カートリッジ、DL-103 や業務用回転機器技術を応用した民生用オーディオ機器をプロフェッショナルオーディオブランドとして訴求した。 この時代で最も有名なモデルは DP-3000 ダイレクトドライブターンテーブルや DH-710 オープンリールテープレコーダーなどである。川崎事業所は Hi-Fi オーディワンプやチューナー、スピーカーなどを電音ブランドで発売した。合併から20年目を迎えた1983年、三鷹事業所は福島県白川市に拠点を移し、 白川事業所として稼働開始。また分社化の際、デノン、白川工場、D&M 白川ワークスに名称を変更し、現在もデノンの主要製品がこの工場で製造されている。1970年代から1980年代にかけて、ポータブルレコードプレイヤーやカラオケ機器、モジュラーステレオなどのゼネラルオーディオ機器は、 OEM で供給した日立製作所は、日立ブランドや、ロ、D ブランドで、三菱電機では、ジアトネブランドやジガムブランドで、それぞれ販売した。カラーテレビや、家庭用ビデオデッキは、日立から OEM 供給を受けて、コロンビアのブランドで、90年代からは、大型テレビのみ、デノンブランドで1995年頃まで、販売した。また、 1995年頃から1998年頃までシャープからカラーテレビ、CD ラジカセとポータブル MD プレイヤーの OEM 供給を受け、前者はコロンビアブランド、後者はデノンブランドでそれぞれ販売していたことがある。乳幼児の上層教育工場を目的として1974年に発売されたポータブルレコードプレイヤー、 点灯中を皮切りに、電子オルガン内蔵型ポータブルレコードプレイヤー、ラララ、カセットデッキラジオ内蔵型ポータブルレコードプレイヤー、コインビ、そして1979年発売の、歌うパンダといった構成に残る製品が、次々と生まれた。また1980年3月に発売された、ポータブルレコードプレイヤー、フリースタイルは、アナログレコードから CD に、 世代交代していく中でも細々と生産が続けられていたが、1995年にリリースされたスピッツのシングル、ロビンソンのメガボルトやジャケットの小道具として使用されたのがきっかけで派生モデルが生産されるほどの絶大な人気を呼び、デノンへの分社会以降も2005年頃まで製造された。また二千十九年十二月には、タイチホールディングスより、 本機の復刻版 GPN3R として D&M ホールディングスの了承の下、カートリッジをオーディオテクニカ製の VM 型にターンテーブルの駆動部をアイドラードライブからベルトドライブにそれぞれ変更しイヤホン端子にステレオヘッドホンをつなげばステレオ再生が可能とするなど一部の仕様を変更した上で製造及び販売を開始している。デノンでので 特徴的製品は1972年に世界で初めて実用化した PCM レコーダー DN-023R である。NHK が1960年代後半に PCM レコーダーを試作をしており、NHK 放送技術研究所で試作機を見た日本コロンビア録音部の幹部は自社開発を機とした。 標本化周波数 47.25kHz、量子化ビット数13ビットで誤り検出訂正を実用化した PCM プロセッサーを開発し、芝電気株式会社製のヘリカルスキャン方式にインチ、VTR を改造したテープレコーダ部分に実装した。画面を見ながら、カミソリでテープ切断する適利編集が可能だった。九百八十年代は、 栃木県蒙古市で、子会社のコロムビアマグネプロダクツ株式会社が、オーディオカセットテープを製造していたが、1990年代末に、撤退し子会社は解散した。デノンレーベル日本デノトが、日本コロンビアに合併されてからは、音楽レーベルの名称にも、デノンが用いられている。1968年から1973年までは、同社において、 旧来の歌謡曲を担当していた文芸部や洋楽部による法学制作グループ1月から1968年6月まで使用シングルの企画番号 LL-1 万番台に次いで設けられた第3の制作部門によるポップス系のレーベルとして存在した。なお、学芸部担当の作品は SCS- が用いられていた。これまで 老舗のレコード会社では、歌手、作家ともに専属性を敷いていたが、昭和40年代から続々と設立された外部の音楽出版社がフリーの作家や歌手を育成し、出版社側が制作した原版をレコード会社に売り込む動きが出て、この頃設立された外種系のレコード会社がそうした人材を積極的に起用したことに対応し、専属の作家から抵抗があった。 日本コロンビア社内においてもフリーの人材を起用するために設立された部署だったという。愛前後して文芸部内でも専属外の作家を起用して歌謡ポップスを制作するために P グループが立ち上げられ3つのグループが競争しながら邦楽歌謡ポップスを制作した。その後デノンレーベル内の洋楽部門としてデノンインターナショナルも発足しジミー・オズモンドや ベッツやドクリスなどの楽曲をリリースしていた。同時に、演歌、歌謡曲などでも商標権の関係で、コロンビアが使用できない海外への輸出版でも、大体レーベルとして使われるようになり、それらのジャケットやレーベルには、デノンのシールが貼られていた。1975年以降は、クラシックやジャズ投稿音質を期待される、ジャンルの音楽のためのレーベルとしてリニューアルした。 同時に、旧デノンレーベルは、ブローアップレーベルにリニューアルし、企画番号も1975年までは引き続き CD、CD- を使用し、1976年から1980年11月まで、LK- への変更を経て1980年12月より、コロンビアレーベルと同一の R- に、再度変更した。レーベル移行後も、 コンパクトディスクの発売初期に演歌、歌謡曲、邦楽ポップス系でも CD のみデノンレーベルで発売されたものがあった。また、前社の時代に引き続いてコロンビアレーベルで発売された楽曲の輸出版での代替レーベルとしても使われた。デノンロゴマークには戦前に用いられていたものと1955年に採用されたロゴマークもあったが、 1963年以降は、現在のロゴマークになっている。なお、企業としてのデノンが、リップルウッドホールディングス D&M ホールディングスの、傘下に入ってからは、同社が、デノンのロゴを呼び、名称の商標権を音楽ソフトに関わるものまで、引き継がれている。古巣である、日本コロンビア対してしか、音楽ソフト関連での商標利用許諾を認めて、おらず、 同社に対応という形で引き続きデノンレーベルを使用しており、それ以降に出荷されたデノンレーベルの作品ジャケットにも引き続き先の商標であることの旨が記述されている。リップルッドホールディングス主導による日本コロンビアの経営再建に際して2001年10月1日に音響機器事業を分離独立させた新設会社。 日本コロンビアの100%子会社として設立し、同社の AV メディア関連機器部門及びブランド名、電音が譲渡された。新会社は、設立時に、日本語ブランド名、電音を、譲渡はされたものの使用を止め、デノンの読みを、日本国外での発生である、デノンとし、これを社名及び、日本国内の新たな商標とした。この時点で、 長きにわたり、親しまれたカタカナ書きのオーディオ機器、ブランド、電音は消滅した。文社化にあたっては、リップルウッドによる日本コロンビアの財務面での救済と、リップルウッド側のバイアウトファンドとしての利益確保という側面が色濃いことで知られている。まず、事業上渡後直ちに日本コロンビアが100%保有するデノン株式をリップルウッドが蘇生した。 ペーパーカンパニーのニューデノンが持ち株98%を59億円で、日立製作所が持ち株2%を1億円で、買い取り、デノンはリップルウッドの実質的な連結子会社となった。この結果、同日中に日本コロンビアへ60億円の譲渡益がもたらされ、名実ともに日本コロンビアの子会社ではなくなった。2002年3月に株式会社デノンは、 フィリップスの連結対象外となった同業の日本、マランツと、株式移転により、新設持ち株会社 D&M ホールディングスの参加に、入る形での経営統合を発表した。移転比率は、デノンイコール0.4416対日本、マランツイコール1、で、日本マランツが、一見有利に見えるが、デノンの発行済株式数が、日本マランツより、肩な点。 デノン1億2000万株対日本マランツ2270万9280株に注意を要する。株式移転の結果、デノンの大株主であるニューデノンを保有するリップルウッドが D&M の筆頭株主になる計算であることから、リップルウッドによるデノンと日本マランツ両社の実質的買収という結果になった。主にホームシアター向けの音響機器。 ミニコンポ、ハイファイコンポーネント、電子楽器を製造を販売している。日本では、ピュアオーディオ分野において、同胞のマランツコンシューマー。マーケティングとともに、ティアック、音機用ホームエンターテイメント、ヤマハなどと競合している。かつては、タイオーニア、日本ビクター、ケンウッド、酸水電機なども競合していた。アンプは、ホームシアター向けの AV アンプから、 ピュアオーディオ向けに CH プリメインアンプまで低価格機から高級機まで幅広い機種を生産する。DVD オーディオ、SACD 対応機を含む DVD プレイヤー、DVD オーディオ、SACD 対応機を含む BD プレイヤーも低価格機から高級機まで生産する。コロンビアブランドで発売されていた家庭用カラオケシステム、レコードプレイヤーを内蔵した。 レトロ調卓上型オールインワンステレオ、レトロ調卓上型 FM、AM ラジオの音超箱シリーズもごく一部を除き、デノンブランドで2012年頃まで引き続き発売していた。1945年8月15日正午に NHK ラジオで終戦を伝えた昭和天皇の肉声は、デノンが発明した円盤録音機で録音されたものである。ありがとうございます。